3分法律の勉強。おはようございます。お初にお目にかかります。弁護士の北川と申します。よろしくお願いいたします。2019年6月13日、皆様の朝のお時間3分だけ私にいただけないでしょうか。今日はですね、ちょっと実験的に2つ目のニュース取り扱ってみたいなと思います。さあ、2019年6月13日テレビ番組表ニュースランキングはこちらです。ダダンと。さあ、この1位のですね、事件のニュースは先ほどの動画で解説させていただきました。そちらご参照ください。今回はですね、1番組だけ取り扱っているビートたけしさんの離婚、これについてちょっと解説させてください。これね、意外と勉強になるんですよ。財産分与といって、離婚をするときに財産をですね、半分に分けるっていうシステムがあるんですよね。で、言わずもがな、ビートたけしさんお金たくさん持ってるわけじゃないですか。で、今回この離婚のときに財産をどういうふうに分けるのかっていうのがちょっと注目されてたんですよね。せっかくなんで、本日2つ目の動画としてこの財産分与について簡単に解説させてください。財産分与というのは、先ほど申し上げました通り、離婚をするときにですね、夫婦の財産をきれいに半分に分ける、これが基本原則になっています。もちろんですね、夫婦両者の合意によって、例えば旦那の財産全部もらうみたいなのもですね、まあ、可能は可能なんですね。旦那さんが OK であれば、もちろんそういった財産分与ももちろん可能です。で、これ一部報道によると、ビートたけしさん、奥様の財産分与に関する要求を、まあ、ほとんど受け入れたというような、話が出てるっぽいんですよね。なので、財産分与本来であれば夫婦の財産をきれいに半分こ、これが原則なんですけれども、お互いの話し合いによって、それを違うこともできるよってことなんですよね。で、この財産分与の請求っていうのは、離婚をした時から2年間っていうふうな制限が決まってますので、これも注意してください。で、財産にはですね、共有財産と特有財産と大きく分けると2つあります。で、共有財産っていうのは、結婚後に夫婦2人で築き上げてきたものです。結婚後に入ってきた旦那さんのお給料だってそうですし、例えば結婚後にですね、2人でマンションを買いましたと、ただ名義は夫ですよ、夫だけですよっていう場合も、これも共有財産になるんですね。反対に特有財産というのは、夫婦の協力なしに一方の力で手に入れた財産だと思ってください。例えば結婚前に、稼いでいたお金、預貯金ですとか、例えば結婚後であっても、例えば自分の、親がですね、亡くなった時の相続、遺産でもらったもの、これは別に配偶者のですね、力がなくても手に入れたものなので、これは特有財産になります。で、財産分与の対象になる財産って何かっていうと、この共有財産だけです。特有財産っていうのは、基本的には財産分与の対象にはならないんですよね。なので、ビートたけしさんも結婚前に自分で築き上げてきたお金は財産分与する必要がないんですね。ただし、奥様がそれもくださいというふうに言った時に、たけしさんが OK というふうに言えば、それも財産分与として考えられることはできなくはないです。さあ、本日のおさらいです。財産には共有財産、特有財産っていうのがあって、財産分与の対象になるのは基本的には共有財産ですよ、ということだけ覚えておいてください。さあ、ちょっと今日はね、実験的に2つ動画上げてみました。明日からはですね、普通に1つに戻すと思います。よろしくお願いいたします。それでは明日またお目にかかりましょう。今日も一日頑張っていきましょう。さようなら。さっき言うたやんけ。サポーテッドバイ誠武道。